要だよな、そういうのそうっすもね。ね。だからなんまあ、か、その、この間の期間中に、また別の企画とかで、踊り覚えなきゃいけなかったり、なんでそんな踊るんなんだ。かあるんですよ。歌を覚えなきゃいけなかったりが挟まっなんてか、きて、一回全部それで抗議心が飛ぶんですよ。押しのけられて。確かに。電の子が。電の子が全部飛んで、で、また戻してみたいなのがあるで、こう、あ、なんか、そういえば、売りなりってこんな感じだったのかな、ずっとみたいな。そうね、社交ああ、ダンスとか、俺もそう思った。なんかそれ、大変だったなぁと思って。ああ、そうか。ダンス、あれか。ペアのダンスとか。ああね、ああいう並行していろんな企画もやってたじゃないですか。確かに。なるほどね。忙しいですね。きらびやかな仕事の話をするな。え？きらびやかな い や、仕あ事ったの。でしょう。ルシファーさんもきらびやかな。なんか見ましたよ。あの、ラブホーで謎解きゲームするやつ。どこがきらびやかなんだろうね。あれ、確かにな。まあ楽しきかっらたびんだやけか。ど。はい。楽しそうな仕事じゃないですか。まあ確かにね、なんて言うんだろうね。芸人してるなとは思ったよ。俺も。ねえ。なんか、そのカメラが止まった合間とかにさ、はい。なんか鬼声とかでさ、まあ多分気使ってなんだ。声かけてくれない、毒舌でさ、ずっと、何かがさ、いや、こういうのがやっぱ一番かっこいいと思います、みたいな、めっちゃ気いいや使つっだな。て、一番かっこいいはさすがに言い過ぎてるでしょ、まず。いや、でも、染みそうやな、いああ、や、優まあしでいも、な、確とか思って。に、あながち、本当にそうですね。そう、もう、100芸人の仕事って感じでね。なんか、あんな格好してる割にさ、俺もなんか緊張しちゃってさ、なんかその、なんか、進行があるものって俺ダメなのよ、なんかその、あ、でもなんか、それ見てて、なんか思いましたね。なんか段取り、なんか忘れてたのか、みたいなのありましたよね。なんかだからもうね、段取り通りこなすことだけに集中してるから、あんな格好してるのに本当に真面目だから、なんかその、そこを逸れちゃいけないしっていうことそうで、なんか。かもうガあ、チガチじに。ゃあ、あれか、あの時、興奮してなかったんですね、じゃいえいえ、興奮はしてますあ。よ。変態本で当すに。よ。こっちは。こっち変態ですよ。ああ、信じていいんですね。なんか、全然、もう、そんな、勃起とかもしてないのかなと思ってた。いやいや、勃起はしてましたし、ああ、そうなんですちゃんと、バイブもちゃんとしっかり入れてましたし。いや、じゃあ、いい。どこ？